フランスのレーシングドライバー。本校で記載。19世紀フランスの銀行家、政治家。彼については、ジャック・ラフィットを参照。ジャック・アンリー・マリー・サバン・ラフィットは、フランス出身の元レーシングドライバー。フランス語読みで、ジャック・ラフィーと呼ばれることもある。モータースポーツのドライバーとしてはスタートが、極めて遅く、1973年に30歳で、 フランス F3 チャンピオンを獲得。翌年に30歳を超えてからの F1 デビューであった。1974年1975年と F1 に参戦初期の弱小チームだったウィリアムズから参戦。1976年 F1 に新規参戦したリジェのエースドライバーなる。1977年スウェーデングランプリで自身にとってもリジェにとっても 初となる F1 勝利を挙げる。1979年にパトリック・デパイユが加入し、リジェは2カーエントリーとなった。ニューマシン、リジェ JS11 の戦闘力は高く、ラフィットは開幕から2連勝を挙げてチャンピオン争いに絡んだ。年間ドライバーズランキングは4位、コンストラクターズランキングでは3位と躍進のシーズンとなった。1980年、 移籍したデパイユに代わりディディエピローニが加入し、チームメイトとなる。改良型の JS11、15ドライブし、ドイツ GP で優勝、年間ランキング4位を獲得。コンストラクターズ選手権では2位と、リジェの最高順位となる結果を残した。1981年のリジェ JS17 でも2勝を挙げ、同年は最終戦で優勝すれば、 ワールドチャンピオンを獲得できるポジションにつけていたが、ランキング4位で終了。3年連続で、ドライバーズランキング4位につけるなど安定した、年間成績を残した。同年のスペイン GP では、予選終了時刻前に、自身のタイムアタックを終えると、最終結果を確認せずに切り上げて、ゴルフに出かけてしまった。結果は、ボールポジションを獲得し、 決勝ではわずか0.211秒差及ばず2位となっている。1982年オフに7年を過ごしたリジェからウィリアムズに復帰。1981年がラフィーのピークであり、すでに38歳となっていたラフィーは徐々に速さがなくなっていくことになる。1983年は ケケ・ロズベルグと共に FW08C を借り、最終戦南アフリカ GP では、同年に F1 復帰していたホンダが、V6 ターボエンジンをウィリアムズに供給開始時のドライバーとなった。1984年アメリカグランプリの際には、サーキットにパジャマ姿で現れるというエピソードを残した。このレースは、 猛暑とアメリカ国内でのテレビ中継、ヨーロッパとの時差を考慮し、通常より3時間早い午前11時スタートと設定され、その関係でウォームアップランが午前7時開始となったため、それに対する皮肉を込めたラフィットのジョークであった。その姿を見たチーム関係者たちはみな爆笑したという。元 F1 メカニックの津川哲夫は、 著書 F1 グランプリボーイズの中でラフィットをサーキットのコメディアンと称している。1985年リジェに復帰。チームメイトはアンドレアデッチェザリス。ラフィットは3度表彰台に登壇するなどランキング9位を得る。1986年もリジェに残留し、ルネアルヌーとフランス人コンビを組み、ルノーターボエンジンを搭載するリジェ JS27 を ドライブとオールフレンチ体制となった。開幕戦ブラジル GP で3位表彰台、デトロイト GP では2位表彰台に立つなど、42歳にして、衰えの知らない、元気な姿を見せていた。第9戦イギリス GP では、当時の F1 最多出走記録であった、グラハムヒルの出走数176に並んだ。しかし、 決勝レースがスタートしたい記録が達成された直後、多重事故によりラフィットはコース右側のグリーンに押し出され、カードレールに突っ込んでしまい両足の複雑骨折を追った。以後、F1 への復帰を目指しリハビリテーションに励み、松葉杖もいらなくなったし、あと2年はグランプリで走る自信があると F1 復帰を望んでいたが、この86年イギリス GP が、 最後の F1 出走となった。30歳以上で F1 デビューしたドライバーの中で最も決勝出走回数が多いドライバーで前述のヒルの記録に並んだ時にはすでに42歳になっていた。F1 決勝出走 176GEP のレコードは1989年にリカルド・パトレーゼが更新するまで F1 最多出走記録であった。 1987年、ディジョンで開催された WTC 第3戦でレース復帰。アレッサンドロ・ナニーニとのコンビで、アルファロメオ A75 ターボの第2ワークスカーを買って、予選14位、決勝9位でレースを終えた。以後、フランステレビ局の F1 レース中継解説者として、サーキットを訪れている。ラフィットのヘルメットデザインは、黒地の無地ヘルメットに、 勝利したグランプリのウィナーズステッカーだけが貼られた、シンプルなものがトレードマークとなっていた。同時期にルノーなどで活躍した F1、ドライバージャンイコールピエールジャブイユとは、義理の兄弟である。またゴルフ好きで、知られ、同じくゴルフ好きだったナイジェル・マウセルと親交がある。経歴年度別成績、ありがとうございます。